ほう、こんにちは。トップ e スポーツ VS ティームリクエド3試合目、もう後がありません。ティームリクエド、まさかのレッドサイドバン。もうジグスずっとバンされてるね。まあ、ジグスは ADC も使うんだろうな。アパさんのメインチャンプでもあるし。レッドサイドか。何を狙ってんだ。セナバンするティームリクエド。ちなみにこの2試合見て勝てる希望はあるのか。褒めるところ一つもなかった気がする。2試合目に関しては超レッドゲーム構成ピックして、なんか序盤からトロールして死にまくって、タワー取れたタワーゼロだったし。なんだあれ、なんでお互い超レートゲーム構成なのにさ、25分で畳まれて 2万ゴールずつついてたの。意味がわからないんだけど。ちなみにノーサメカ1位チームですよ。ルシアンファーストピック、初めての試み。パートナーを取るの、まナミジン、俺プロ史上初めて見たこのデュオ。ナミジンって何、すごい。ティームリクエド斬新ではある、斬新ではある。以上。え、何これ、ルシアンのワイフを寝取った形になったけど、ジンとナミって何の相性があるんだろうね。ようわからん。まあナミルシアンは強すぎるから奪うって形だろうね。でも元々の相方ミリオがいるね。ミリオ直されて使われなくなったよ。だけどミリオも強い、射程も伸ばしてくれるし、ルシアの通常攻撃にバフもくれる。でウルトで CC 無効化できる。波取られたらミリオなんだ。でも波を取るやつらっていないんだよね、ゼロなんだよ。だって波ってルシアン以外微妙だもん。すごいね。泳いで帰る準備の波ピック。確かに味方にスキルを当てると足速くなるんだよね。だからアルティメットとか一応ね、あのロー技ありますからね。別に今日泳いで帰るわけじゃありません。幸いなことにもう1チャンスあります。俺に要する連戦はいい感じだったよ。陣波か、マジで初めて見ると思うわ。陣波はプロ史上初じゃね、陣波って。陣はやっぱ CC があるんで、ノーチとかレオナとか通るとさ、 CC を重ねて敵ワンコンできるのよ。そういう強さじゃん。横にエンチャンターってなかなかないよ、ジンで。だってジンって4発しか打てねえし、アルティメ、あの通常攻撃でリロード挟むからTL がゲーム3を18分59秒で負けた場合、ティームリクエドが2019年 MSI 決勝で G2 に敗れた後に保持している国際 BO5 最速敗北記録を破ることになる。それ俺触れたよな今日。 G2 に最速で負けたって、やっぱティームリクエドが保持してるじゃん。18分59秒かあるな18分、無理。いやお前らバカかよ。サイドクエスト17分31秒畳まれたんだって。ある、ある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 。でここで何、ティームリクエド、バイ。バイは予選でほぼ必ずバンされてたんだよね。キャッチが強いよ。まあ、序盤弱いからインベードとかに非常に弱い。てか信者王が入ってきたらマジで困るけど、この場合賭けはね、チャンピオンが全部出揃ってから賭けます。賭け方どうしようかね。なんか賭け方が様々だわ。18分59もやりたいし、何個タワー取れますかねもやりたいし、マジで試合になってねえから、トップ e スポーツが勝つ前提でもうタワーティームリクエイとか何本取って負けるかない。いやーわかんねえ、これもう任せるわ。ぜひね、 YouTube の民もねリアルタイムで来てくださいね。ティームリクエド VS トップ e スポーツ3試合目、まあ、こっから勝つんだよね、はい、やっぱね誰も期待してない時、その時に一番チームは輝く。俺は10年以上プロの試合を見てきたから分かる。 KT しかり、誰ももう勝てないと思ったら勝っちゃうんだよ。プレッシャーから解放されて真のティームリクエドのフルポテンシャルが発揮されるってやつだ。アニメとかでもあるだろ、最強は最初はさ力んじゃってさ、でもポテンシャルはあるんだ、うん、ここからです。サブスクライブありがとうございます。でレンスアップをするルシアン、ミリオ、
やっぱ連戦が波結構強いからね、相性はなくともミリオがあんまり強くないから、ちょっと前まではミリオ強かったけど、でこれずっとここで隠れて経験値吸うのマジで天才ね。昔連鎖波流行った時ここで隠れて経験値を吸ってるやつが天才だった。あでもバレるわさすがにこれ吸ったら勝ちだから結局吸えないんでお互い。さすがに全部の物資チェックするか。昔はいけたんだけどな、3レベル4レベルぐらいまで経験値吸ったやついたんだよな。うわすげえアウトプレイだって言われてたけど。おおもうちょっと待って、ティーブレックド強いぞ。タワー行く前にこんな HP 削ってたらもう無理じゃん加算って。좀다른느낌인가요일단임팩트처음에살짝나왔는데원래이렇게라인수합도되고막디나이でもさジンってさ連수합メタの時にさ弱くね。これなんならルシアンミリオのが先にタワー取れるんじゃね。リロードしなきゃいけないからこいつボトムステージだからさ基本ボトムが有利取るんだけど、ナイスバック止め。これでかいね、テレポートで復帰できない。ウェーブローストがつながる。초반엔저세개를앞서나가는게굉장히큰거예요그렇죠심지어지금라인도でこれレネクトンがファーム食えないようにしてくるんですよ。でもレネクトンレベル2だぞ、経験値吸ったぞ。でカサンテが来る、このカサンテどうする。基本レネクトンファーム食えなくなったらレネクトンもボトム行ってカサンテ殺しに行くんだけど、今はもう遅れちゃってんだよ。今から行くわテレポートで。ちょっと遅いんだよな判断レネクトン。15秒ぐらい前にテレポート来てたらこれ食えない。うわレネクトン来るの遅い、経験値吸ってんじゃんインパクト。まあ、でもバイと時間を合わせた、じゃあ悪くねえか。あ絶対殺すわな。オーケーナッパナッパ、バイに合わせたねレネクトン。遅いと思ったけど、まあ、バイと合わせたんだったらナイス。CS もなんかレネクトン7個食ってるし、トップのギャップあるね。すいませんインパクトさん、やっぱりあなたは元 T1 です。でタワープレート、まあんま差ないね。これで3でし、これで2個削れるからお互い様ではある。でジンとナミがトップに向かう。라인수합을건쪽의의도대로바텀을키울수있냐겠죠그부분에서랜스업したくないらしいジンとナミは連戦やろうぜと。まあレネクトンも有利だからレネクトン1対1やりたいからね。そうカサンテとレネクトンってレネクトン側が連スアップ向いてないのよ、タンクじゃないから。タンクはやっぱお金持ってなくてもね仕事できるけど、 CC も豊富でレネクトンはそれがないから、まあ、これボトムの 2v2 というよりかはトップの 1v1 はさせたいんだろうね。ティームリクエドはレネクトンがめっちゃ有利になるから。でバイがレーンから来る。でも波だから合わせがないんだよな、波の弱点これね。レーンはまあまあ強いんだけど CC が当たらないんで基本ジャングラーが関与できない。おいこれ射程入んなよ、サイドステップしろシーバル。これをなんで分かんないの、ちょんなモテよマジで。コアジェジョお前本当に下手だね。ここはさ死んじゃうのダブリのさ射程を考慮してさサイドステップを事前に決めろよ。わあ本当に下手、ジャングラーがそこにいる想定が全くできてない、マジで下手。コアジェージお前だけはうまかったやん、エネイってもマジで枯れたんだな。それ環境過疎だからこうなるのは分かってたけど、まあ本当ダメだ。いやマジで染まったわ、もう終わり。フォアジェージ好きだったけど、うまかったけどね、にても、ここ数年、へったくそ。あれは何だったの、あの PB はや。フォアジェージェなんかスレッシュとかアジールロボとかよ、あれ終わってただろ、マジで。ヒューマノイドとか。あ、思い出してもイライラするわ、あのファッキン PB。曲は良かったけど、リルナスの。お父さん、コンドームつけないでくれてありがとうっていう歌詞あったけど、あれ、P されてたけど、これガチね。しかもその年さ、コア JJ 世界大会にすら来れてないっていうね、なんでお前がさ、4人の中の主役の1人になってんだって話。しかもサポメイン2人いたよな、あの時。
納得いかんわあれ。曲良かったもん。그래도그상태컨디션이좋진않으니까그래서뒤쪽으로살짝빠졌는데아열매를남겨놨군요근데369가메이코도코아제이지였단다오이코노2人이잖아이런수차이가나니까이거를일단본인이시간을썼는데그냥비킬수밖에없는거예요그럼결국타비스포츠의큰그림대로또가고있다는거아니겠습니까그러니까위치가반대여서그렇지결국바텀주도권그러니까바텀라인메이코슬래쉬레르전형적으로돌려가고아제이지아다따게근데휴머노이드가아지일까근데뭐한人이誰だったっけな PF だったっけあれトップ有利だったはずではレネクトンがえインパクトさんあなためっちゃ有利だったよ600ゴールド差あったよ何こいつなんか俺のソロ突っ込んで死んでくれたんだけどあし褒めたいよ俺だってどう攻めるかも俺だってポジティブ配信がしたい落ちパン欲しいでもダメじゃん褒めるところ一つもないやん결과적으로는원치않은데스가또탑쪽에서나와버렸습니다어느정도뭐이것조금뭐죽어받는그これで盛り上げられる実況ってもう俺のスタイルしかないだろう그래서원래강하게公式盛り上がってんのこれで정말중요한부분이지만どうせあれさ公式はさねリアル公式は言葉選ばなきゃいけないからわあトップ e スポーツ素晴らしいですねナイスプレーですねみたいな感じで濁してんだろう正直に言えよ LCK だってこれを何なんですかって煽ってんのによ약오빠라들입니다그런상황또다시눈을마주쳤습니다네엄티쪽으로한번물어보시겠어요나이짜요오래마지네이미상황이끝나버려서커튼콜이열렸고그대로그냥도전이막영어配信は NA 煽りで盛り上がってる먹었었는데천투도이겼고やっぱねやっぱ自虐が大事ですよやっぱ俺も NA 出身だけどネタにしねえとノースアメリカに残されたのはネタしかねえんだから Twitch ミームもそうだしそこをね制限しちゃうとね個性ないマジでメジャー地域のサンドバッグそれがノースアメリカさあ약간의빈틈이라고얘기하는그약간이라는시크그라브있고 오늘뭐상대적이라는얘기들이좀많이나왔는데팀리퀴드의그약간의그빈틈을타비스포츠는굉장히크게보고경기를운영을하고있습니다결국이렇게차이가또벌어지고있고요결국로컬에서는먹혔는데인건데진나미っていうピック사してさ奥さん寝とって結婚生活終わってないですか何これ40CSついてんだけどジンって連戦強い方だからねちなみにナミもそうだし문제가뭐냐면일반적인리그오브레전드랑게임을이제평가할때でレネクトンが一番有利を取ったはずなのになんかレネクトンレベル負けてるしえ何これミッドアッパーが一番俺のソウルでうまくやってるわやっぱクリーム弱えな그래서 TS 바텀이지금만나는족족상대바텀에계속해지고있거든요그러니까마지데크리임이요아이도뭐메레이使った時の퍼포먼스知らんけど상을받으면서게다가뭐크러치능력이나뭐폭발력자체가더늘어났다좋은평가로막이정도로됐다그지역내에서보였던힘들은많이올라왔는데세계무대는이렇게높다는걸오늘느낄수밖에없을것같습니다사실연이지난세계무대에서도안타까운장면들을만들어내면서다음엔캐스 LCK 캐스터이러고왔을텐데지금그렇게안풀리네아니これ地方ではこうやってプレイしても良かったでしょうねでも世界最強チームたちがいる場でこれはダメです NA では通用したけどソロ級では通用したけどプロではこれ通用しませんよってことやむじょっすみだ。チャイロリアスみだ。補充しきょのこ。さらにそのオムティが補充しきょろ、くでろ、インパクトが飛び散りましょう。오랜만에キルを얻어냈습니다。4대3。ダメなの。キロブ한번잡는게쉬운게아니거든요。NA では通用したんだけどな、これで優勝したんだけど。通用しないの。結局地元で生きてただけ。ライン클리어만하려고。路上の伝説なんだけど、こっち。電気세게때리면서가네요。발을엄청내고있어、クレイ。路上で伝説残してる時点で平和すぎるって
이번 시리즈 중에 제일 나은 거 같기도 하네요. 또 상대적으로 골드 격차는 좀 그렇지 않은가요? 네, 현실적인 차이는? 그렇죠. 그나마 좀 할 만한 느낌인 거죠. 방금 또 잘 끊어내기도 했고, 물론 네. 뭐 상대도 쓸 거 안 쓰고 잡힌 거라 또 다음 편에 여러 가지 또 루시안이 그런 성공권 활용을 할 수 있겠죠. 야, 마 팀을 이끌어서 한 번 타와 돌릴 까ですからね. 아, 또 있지요. 오레리온 소울은 보험あります. 오레리온 소울가 아, CS도 음악 やってるし, 사키から. 스타크도 담에てるんで, まだ負けません. まだ一平一騎してる. 大丈夫요. 상태를 유지를 하면 まだ 大丈夫. 아우소를 활용할 수 있는 캐노 CS. 물론 그 과정에서 12분 70CS. 이거 맞지 않나? 적게 놔야 돼. 오 마이 갓. まあでも 패키지도 교환だったら まあ 나빠. だけど ドラゴンまで取られる. 용 먹는데 또 문제가 없었고요. 그래서 이게 강조드리고 싶었던 부분은 루시안을 한번 잡았다고 해서 루시안 힘이 어디 간 건 아니고 결국 이 미드와 바텀 사이에 있는 주도권 문제를 해결하지 못하면 서서히 말라 죽을 가능성이 큰 게임이긴 합니다. 지금 보자마자 바로 또 싸움을 겁니다. 친구들이 와우. 뭐 자와 우르토 남았てるしな. 선을 넘내라고 얘기할 순 있는데 원래 선이라는 건 강자가 정하는 거라서 들어갔다 나올 수 있죠. 잘 타는 거네요, 그러면. 김미키들. 관동 HLE 시합しても NA より強そう. HLE NA 来たら 무하이 기록 叩き出すわ. 최대 강점이 결국 궁극기 있을 때 마지데 확실하게 좀 잡을 수 있다. 관동도 절대니 깠듯이 난나라 브로우도 깠어요. 하는 건데 한국인의 方の コメントだったからさ. ちょっとNAにリスペクト持ってるかもしれないけど これはね 俺も LCK 追ったからわかるけど これマジで最下位でも 勝つわ. やっぱLCK はね レベチだわね. 범티가 근처로 막긴 막았는데 주먹을 겨드랑이로 아 유대 NA 뭐 레베치대와 하르게도 그 틈새를 아 진짜 티 안에 보법이 굉장했죠. 네 뒤로 한 스텝 물러서서 겨드랑이로 흘리고 거꾸로 찌르고 그래서 결국 추닥추닥 했는데 또 TES가 이득 봤고요. そうでもね ノースアメリカ リーグで戦うってなると デバフ かかるから 練習 相手 ソロ 級 相手が NA プレイヤーになるから TS가 보여주고 있는 거. 저런 루틴으로 게임을 한다. 내가 그러니까 옛날부터 言われてんだよね. 去年もさ ピョシック まあ ノースアメリカ 1年 行ってたじゃん. 한국 LCK で 優勝して で 한국 行ってて 今年 戻ってきて めっちゃ 生き生き してたけど 結局ね 自国の インタビュー KR の インタビューだと 本当に みんな 練習しない. プライベート 大事にして みたいな 勝てるわけないじゃん. 韓国なんかさ 命削ってやってんのに 1日十何時間 15時間とか 練習もしねえし 練習環境も 劣悪だしさ どうやって勝てるわけないやん. 순간이동 쓰고 하면 그쪽에서의 힘은 어느 정도 있거든요. 그래서 여기서 한번 해보려는 것 같은데 아 지금 레벨이 진짜 전성기긴 합니다. 어 시대 보나요? 그지고지않는데 타이밍. 그래서 레네톤 한번 흘리고 전력 쪽 전력 계속 때리고 있고요. 진살상년이 연기하고 살상년이 쳤고 티아르 네, 앞에 떨는데 어 미세테 미로요 노사메리카 사이고노 기타네 가가야키오요 敵の 고기 이낸다자 근데 그래도 팀리키드 입장에서 뭐 다 안 줬다는 게 어디예요? 전력 먹었으니까요. 네, 이 엄밀히 따지면 손해인데 그래도 네, 가줬던 게임도 있으니까. 그러니까요. 한 단계 한 단계 헤라로 떴다 ってこと 단계 ワンタワー 단계 つながるん じゃねえか? 오이! 입장에서 今 賭けはな タワーの 数で 競ってっからな. トップ e스포츠 勝つこと 前提で. 그렇습니다. まあでも タワーの 本数 当てても トップ e스포츠 負けたら 関係ないんですけどね. 一平が 勝つんですけど. 日産が 0 タワーで かけてる. 日産が ヘラルド 殺せ! って言ってる. 이런 게 필요한데 지금은 아 이게 아네 옆구리에서 뭔가 이렇게 보고 있는 것 같긴 한데 니노 타미가 오꼬ってる. 왜냐면 이게 사전 포킹이 너무 아파서. 근데 말씀해주신 대로 팀리키드가 결국 원타워도 崩れたら 니가 負けるからな. 미친 슈퍼플레이 같은 느낌보다는 하나의 팀으로 지금 이 경기를 극복을 해야겠죠. 그리고 저런 루시안의 성공권이 계속 드러났다라는 장면을 보여주셨고 네 결국 잡혔음에도 불구하고 루시안의 강함 뭐 이 언급이 왜 나왔는지 그 움직임 통해서 우리가 확인할 수 있었고요. 뭐 할 거면 레넥톤 끼고 해야 됩니다. 근데 레넥톤이 순간이동 이제 아까 빠졌으니까 순간 레넥톤 낀 전투 야 보통은 타워 길이길이 守ってるよ. 그 랜스업だからね. 타워 꽤 기스られてんだよね. 바텀 쪽포탑이まだ取れてないけど ティームリクエド. 우와 보통은 타워 오られそうだぞ. これヘラルド出したら 100% 오られる. でもヘラルドは認め出すと思うんだよ.
게다가 말씀하신 부분에 추가로 탑 1차도 같이 포함이 되고 그러면 네 릴렉톤 끌어다 쓸 거면 그냥 용한타 하러 가야 됩니다. 그렇죠. 뭐 3용 그냥 줄 수는 없으니까. 네. 그리고 그걸 해야지 릴렉톤도 할 말이 생겨요. 이거 그냥 이대로 쭉 가면 그 전형적인 점점 몸이 좀 부패하는 느낌. 레넥톤 킬와 토테와 이르가 이마가 強い 타이밍, 가장 이마가 強い 타이밍이 되어 데모 레벨을 막혔다. 레넥톤이 니게라. 대략 앞서고 있는 상황에서 시카이가 0だから いつ 敵가 来ても 怖くないから 怖くて 戦えない レ벨も 막혔다るし. 준비해서 올 것 같거든요. 오레리온 솔루와 めちゃくちゃ 順調. 마지で 順調. 말씀을 드리는 건 드래곤한테가 쉬워서가 아니에요. ティムルクエド、やっぱオレリオンソルがいるからドラゴンを取っておきたい。あ、ザコドラゴンではあるけどエルダードラゴンのタイミングを遅らせたい。オレリオンソルのスタックをできるだけ溜めた状態で戦いたいから。だけどトップ e スポーツがそれを許してくれねえ。ディオン보고이미치고있는걸느끼면그렇죠그래서그럼다른쪽다른쪽진정한순간은사용때이긴합니다아그렇죠완성한단거니까지금은피해헤랄드어놀아나이미토니붙을까요でもいい미토의 HP 전체반분이정도ある톱프오레리온솔가톱타워를고아스난또노스아메리카여기에와오브젝트와반대側에가게타워를고아스것을배웠다니산오츠원타워다운いつでもドラゴンと交換してトップタワーって折れるもんなんだよね。さっきの試合でそれが起きなかったのが意味がわからないけど、全部ドラゴン捨ててるくせにサイドレーンのターンも取れないってどういうことだよ。えねえ、試合の中でマクロを覚えてきてやがる。うまっ。今のジャッキーの動きやばくね。ジンのダブル避けてフラッシュしてきて、うまっ。今のサイドステップえぐいって。裏から計算って。おい、4試合目やろうぜ。次2タワー取るわ。で5試合目で3タワー取るわ。あ、BO15 ぐらいでやろう。ツータワーサンスタンオッツ。ミッドタワーは死守でき死守しなきゃいけないけど、トップとボトムって別に失っても関係ないですよね。14分後2と3脱落、残りは1と4と5。でも、그런와중에도結構ミドルパン青ソル。コメントクソモレや。マジでこの賭けなかったらこのシリーズ見てられねえ。いいね、完璧なシステムだわ。解けたんだけど。あれ、忍者旅持ってるんだけどな。저희가보통느낌이라서요보통코르키에대해놀랄때는패턴이그거죠코르키가생각이상으로라인전을잘버틸때혹은슈퍼발키를진짜잘쓸때그러니까요근데그냥솔킬을따는건좀이상해요아니코앞까지가가지고그냥정밀샷으로근데이래버리니까아그래서같이할만한얘기가뭐앞경기에또했던얘기인데や、最速記録は更新できなかったか、トップ e スポーツ。18分59秒以内に畳めば、ティームリクエードが保持している BO5 で最速で国際戦、怒られた試合を更新できたんだけどね。えらいモルゲッタ、どうにでもなれバロン。殴るのやめ、あ、ちょっと待って、コミュニケーションエラーが見えたぞ今。バイはずっと殴ってるのに、オレリオンソル、みたいな。ソロ級かよ。マジで。あのさ、何これ。逆にそっち行くの。避けて。
이거 먹자 같이. 오케이. 이거 먹자. 녹여서 먹자. 가사한테 걸어서를까? 천천히. 좀 기노브라도 녹여서. 울토데 리오사레테. 스탄가 하이레바 이케레 오레리오소르는 킬워. 원거리에서. AP 빨리 먹어. 어 오레리오소르도 킬. 뭔가 오이비가 아 레드바프가. 잘 익혀 먹었네요. 오케이 나이스 DP. 오레리오소르는 킬가 하이레바 와카라나이죠 これ. 이페 아리에르도. 어쨌든 확인했습니다. 똑같이 설계한 바론 트라이언. 문제는 次の 4 드래곤다. 설계 그 청사진이 진짜 컸던 거죠. 가능하니까요. 뭐 팀비키드도 뭐 역시 뭐 여러 가지 생각을 했을 테니까. 그러니까 약간 자포자기하는 바론을 치는 것처럼 보여줬는데 실제로는 아주 날카로운 그 의지와 생각으로 바텀을 끄는 거죠. 그렇죠. 그러니까 위쪽에 있는 걸 차를 좀 물리게 하고. 예. 네. 네. 동시다발적으로 여러 가지 뭐 생각들을 한 것 같은 팀비키드. 이제 용한타만 미토 산대한테 뭐 가게 막혔다から どうでも いいって ごめん. 리얼すぎるだろ. 이상에다가 천상강림도 있고. 사키와데 메짜 모리가테타노니 헤랄드 토메로아토가 있테타노니. 떨구면은 컴백 골드는 55대 45 정도 차이가 나는데. 자 탑을 지어 나머지 부분은 그만큼 격차 좀 나고 있어요. 이마 이치가 이치가 이마 불레아가ってる요. 최고로 楽しんでる. 약간 이치에 かける 애들한테 楽しんでんだろうな. 팬들의 원격이라고 봐야 돼요. 그거 한방 떨고 사이모데 와칸네이자. 원장한테 요리가 고카라 갔から. 북미에 있는 북미 팬들에다가 3천만 LCS 팬들 나에게 힘을 줘. 전 세계에 있는 모두의 힘을 담아서 점점 숫자가 늘어나고 있겠죠. 이제 저와 포니에서도 못하겠습니다. 자 그만큼 지금 절박한 ここから 시카이 컨트롤 取ってるぜ. 集団戦だぜ. ここの 시카이를 守りて. 나미짱. 오늘 들고 있는데 떨어져라. 떨어져. 이 다음은요. 이 다음이 달려들 수 있나요? 나미って 난다다 마지데. 아무리 루시아가 있나이 나미って さ マジで 何も やることなくね. 시안이 오늘 또 조자룡 모드 완전 시작했네요. 이게 아, 루시안테 있지 호카노 온나데모 이켄데요네. 호카노 사포토데모. 데모 나미 오마에와 코노 오토코니 이존시테타다로. 다메다테. 그렇죠. 청나라 기운을 받아서. 예. 진짜 뭐 조자룡 뭐 계속 등장하는데. 보러 가셔야겠네요. 이러고 바론까지 치잖아요 지금 탑이 스포츠가. 뭔가 너무 자연스럽게 그냥 먹는 바론을 치고 있는 거고. 아 근데 그 헌타가 그래도 뭔가 이렇게 약간이라도 교환이 더 잘 되고 했으면 모르겠는데. 디브리크도 2타워다. 미토타워 取れるかな. 사이드의 타워 마지에 取れないと思うけど. 길이 완전 미토타워. 근데 미토타워 取るには これ 파이터에 勝つ 필요가 ある. 근데 바론 取られたっしょ. 레인から 出れないっしょ. 우와, これ 2타워で 終わる 확률이 めっちゃ高い. 2판 만에 그냥 사라졌고요. 전투 이미 그 2부에 완전 다 망가졌습니다. 임팩트가 저항대 승자는 세 명의 선수의 포위망에 그대로 전사했고. 연 드라마데 바론도 나름 APA가 정말 국미를 짊어지기 위한 딜량을 보였다는 건 그래프에서 나오고 있는데 그걸로 이제 좀 역부족이었고 여기서부터 이제 또 운영을 들어가겠죠. 이마 4페이가 갔댄노가 2타와 돈피샤데 3타와 이제 오래르토. 그러니까 이제 그게 문제인 거예요. 계속 얘기 드린 그 5페이나 바론 버프가 있으면 당연히 더 많이 활용할 수 있는 거고. 네. 여기서 이걸 어떻게 버틸 거야. 이거 레넥토 지테타면 오또 왔다. 레넥토가 타워를 狙ってる. 아 근데 離れた. 게임이 끝나니까 離れた. 히페가 아 히페. 그림은 예뻐요. 미카타를 助けようとする この 甘い 気持ち. これが ノースアメリカで 染まった 임팩트의 판단. 대세 그리고 이제 비가 왔어요. 사스가 2타워 守って 타워 나그때 따라 전전 오카네 もらえたのに. 나야 これ. 미니온가 오れるか. 데모. 우라から 레넥토. 데모 뭔가 아무 たまってねえや. 나야 これ. 포위망이 너무 쉽게 뚫려서 그냥 본대 한류처럼 되고 있어. 아, これ 終わるわ. 그대로 뚫렸고요. 아, 미니온데 타워 削れなかった. 입으로 못 갑니다. 그냥 집에 다 사람들의 상점이라 스포츠다. 압도적인 카코이치 보코보코의 시리즈나 기가스르. 오레노 기억은 나가데 카코이치다와 これ. 파괴됩니다. 치즈. 나 これ 1타워 0타워 2타워 교. 마치 지금 뭐 공공할 정도의 상황이 됐어요. 뭐야? 이게 마지데 오왔てるだろ. 이런 느낌으로. 아니 이게 티에 가까이 좀 오시러 갔다 왔대. 트위치 챗도 음악 그 결국 사용해 봐.
정말 그 하드가 딱 떨어지는 그 매치 들 때 어차피 盛り上がってるの ここだけだぞ すごくない? 多分世界中どこの ウォッチパも マジで仕上げてると思うんだ ここだけめっちゃ盛り上がってる ここに来て Team Liquid の 本赤が マジでどうやって 16分 47 で負けられるの? ってツイートしてんだけど 今日 俺たちですらそこまで負けねえのにってこと。もう本当にネタに振り切ってるわ。見てていいね。おもろいね。お前たち帰りのチケットもう用意できてるよなって。ああ、せっかくのBO5なのに3試合で終わっちゃった。あ、おもろかったけど。Twitchコメントが笑)